ロブロックもしかしてだけど、それで追い合う誘ってるぐらいのボビーで女の店員がレジに並んでる俺を見て、隣のレジにどうぞと案内したんだ。もしかしてだけど、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 レシートにメアドが書いてあるんじゃないの。電車で席に座っていたら隣に座った女がこれジャケットの裾を染んでるんだ。もしかしてだけど、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 俺が降りるのを食い止めてんじゃないの。病院で処方箋もらってこんなの薬剤師に渡してるとかなり長い時間待たされたんだ。もしかしてだけど、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 俺に好き的なものを混ぜていたんじゃないの。で、手紙で会計していたら女の店員が俺と一緒にサウガムを相当させてきたんだ。もしかしてだけど、もしかしてだけど、もしかしてだけど、さよならのミスを求めてるんじゃないの。そういうことだろう。